皆さん、こんにちは。スマップのメンバーで、現在はテレビ番組の司会者など、幅広い活躍を見せる中居正広さん。ジャニーズ事務所退所後は、個人事務所、株式会社のんびり中居を設立。ジャニーズタレントの中でも、良い兄貴分として、数々の後輩に慕われてきました。現在はジャニーズ退所後も、ジャニーズスタッフと連携を取っており、後輩たちに道を示しています。今回は事務所騒動の中での中居さんの活動について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。リズミカルな足さばきに軽やかなターン、スターのオーラを振りまく日本を変えるすごい男として中居さんが起用されたソフトバンクの新テレビ CM が放送され、ド派手な衣装とキレキレのダンス、劇団ひとりさんとの共演は放送初日の9月14日から話題沸騰。約4年ぶりとなるテレビ CM へ凱旋を飾りました。他にも先日9月17日、8月末にジャニーズ事務所を退所したばかりの元キスマイフット2北山宏光さんが、滝沢秀明氏が設立した会社 2B への所属を生配信で報告。この時北山さんが着ていた濃紺の特注スーツは、前日に中居さんからプレゼントされたものだったことを明かし話題となりました。この配信を見ていたファンからは、大事な日のためにスーツを送るなんて中居くんらしいな、なんだかんだ言ってもやっぱりみんなのこと心配なんだろうな、やっぱり中居くんだなぁという感じ、さすがだなと思う。社長という感じでなくても名前変わった社内で調整役とかになったとしたら、後輩と上の人たちをうまくつなぐ役割とかしてくれそうだなと思った。ってことは中居くんは知ってたこと。中居くんってほんま人望あるよね。出演のためのスーツを用意してくれるってマジすごい、なかなかできないと好評でした。以前にも増して各所で存在感を示している中居さんですが、ジャニー喜多川氏による性加害問題についてはノーコメントを貫いており、これには批判の声も聞こえてきています。9月7日に行われたジャニーズ事務所の記者会見後、中居さんが司会を務める中居正広のキャスターな会では、外国人の新定番、夏よりも秋に要注意、9月に気をつけたい食中毒などを取り上げ、性加害問題は完全スルーを貫いていました。あれだけ力の入った新 CM なのに会見が行われなかったのも、この問題について質問されるのを避けたかったという事情があるのかもしれませんね。中居さんといえば、過去にも沈黙が世間の注目を集めたことがあります。2019年7月9日にジャニー氏が死去した際のこと、亡くなったことが報じられると、当時事務所に所属していた多くのタレントが立て続けに追悼コメントを発表し、木村拓哉さんや嵐、TOKIO らはもちろん、ベテラン格の近藤真彦さんからジャニーズジュニアに至るまでが個人への思いを様々に口にしたのですが、中居さんがそこに加わることはありませんでした。実はジャニーさんが緊急搬送された時、長い間病室で付き添っていたのが中居さん。失意が大きく言葉が見つからないのではと精神状態を心配する人もいました。その中居さんが公の場で初めてジャニー氏への思いを言葉にしたのは、訃報から数日後の中居正広のニュースな会でのこと。中居さんの胸の内にはジャニー氏への感謝の思いが詰め込まれており、放送では今となっては人気 MC に成長した中居さんのトークスキルを最初に見抜いたのはジャニーさんであったこと。二人が交わした最後の言葉は病室で、バイバイ、また来るね、というものだったことも明かされました。中居さんにとってスマップの生みの親であるジャニーさんは、授けるものを授け、磨くべき才能は磨かせてくれた恩人だったのです。6月の父の日に合わせ、和歌山県北部の高野山にあるジャニー氏の墓を訪れるなど、深い愛を忘れずにいます。ジャニー氏を恩人であり父としても慕ってきただけに、彼の性加害問題については複雑な思いを抱いているのでしょう。悲しい気持ちややりきれない怒りを誰より強く持っているはずです。番組でキャスターを
名乗っているのなら話すべきという声があるのもわかりますが、中井さんにとってはそう簡単に言葉にできる話じゃないのです。それに彼の言動は後輩たちの今後にも深く関わってくるかもしれませんので、より慎重になるのも無理はありません。ジャニー氏の死後、ジャニーズ事務所を退所したタレントは少なくありません。その OB の中で現役のジャニーズのタレントと共演を重ねているのは中井だけ。8月には中井雅宏の金曜日のスマイルたちへで坂本雅之さん、長野博さん、井ノ原快彦さんら 20th Century トニセンと共演。お酒を交えつつリラックスした雰囲気でトークを繰り広げ話題を呼びました。この時は自ら 2B への所属を発表して間もない三宅健さんを話題にしていましたが、これができるのは中井さんだからでしょう。さらに10月1日には中井さんが MC を務める松本中井にセクシーゾーンの中島健人さんがゲスト出演することも発表されました。中島さんといえば出演予定だった A スタジオプラスの収録が延期になったばかり。理由は番組の単独スポンサーだった花王がジャニーズタレントを起用した広告の中止を表明したことだと見られています。松本中井では翌週の予告を放送するのが常で、翌々週のゲストについて触れるのは異例。中島さんの不遇を耳にした中井さんが、うちの番組ではお蔵入りさせないという覚悟のもとに翌々週の放送予告も流そうと提案したのではと言われています。そんな中井の唯一無二の振る舞いは、ひとえにジャニーズ事務所との良好な関係の上に築かれていると言えるのではないでしょうか。実は中井さんの独立後はジャニーズ事務所のスタッフがマネジャーとして支えているのです。つまり退所後も事務所と完全に縁が切れたわけではなかったのです。こうした連携は今後のジャニーズ事務所と所属タレントの新しいロールモデルとなるかもしれません。今多くの企業がジャニーズ事務所所属タレントの出演 CM の公開を取りやめたり、契約の更新をしない方針を表明し、ジャニーズ離れを進めています。しかし各企業のコメントをよく読んでみると、ジャニーズ事務所へ十分な説明と対策、被害者救済を求める一方で、出演していたタレントに対しては愛情さえ感じられるケースも少なくありません。そうした最中に放送された中井の新 CM、 中井さんの存在は後輩たちにとって一つの道しるべとなっています。やむを得ず退所しても、これまで培った人脈やスタッフ仲間たちと関係が途絶えることなく芸能活動を続けられる方法を中井さんは実践しています。後輩たちの中には生きる道として参考にしたいと考える人もいるでしょう。中井さんは退くも進むも地獄のような状態から救ってくれる救世主になるのかもしれません。いかがでしたでしょうか。今回は事務所騒動の中での中井さんの活動についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。